Ciao, come state? Io sto benissimo, grazie. イタリア語の文法第17回。今日はイタリア語の再起動詞について見ていきたいと思います。再起動詞は今まで勉強してきたような形の動詞にちょっと手を加えて別の意味にした動詞のことです。すぐに例を見てみましょう。Alzare、Alzarsi、Alzare は起こす、持ち上げる。Alzarsi は起きる。動詞 Alzare の最後の A を取って Si をつけたら似ているけれども意味の違う動詞になりました。Alzare プラス Si を縮めた形の動詞です。皆さんの頭の上にハテナマークがたくさん見えますが、話を進めますね。動詞は活用が命ですから、まずは活用を見てみましょう。まずはアルツァレ、規則変化をするアーレ動詞です。忘れてしまった人はこの後にもう一度アーレ動詞のビデオを見直してくださいね。アルツォ、アルチ、アルツァ、アルチアモ、アルツァテ、アルツァノ。はい、それではアルツァルシの活用を見ます。ミアルツォ、ティアルチ、シアルツァ、チアルチアモ、ビアルツァテ、シアルツァノ。動詞アルツァレと全く同じ活用だけど、頭に何かついてますね。このミ、ティ、シ、チ、ビ、シは主語の指すもの自身を表す代名詞です。代名詞というのは名詞の言い換えのことですね。つまり、ミは私、ティは君、シは彼もしくは彼女、チは私たち、ビは君たち、そして最後のシは彼らを表しています。はい、では説明に入りましょう。アルツァレは直接目的語が必要な動詞です。つまり、何を起こすのかを言わなければいけないんです。アルツォラペンナ、私が持ち上げる。何を？ペンを。私がペンを持ち上げる。アルツォラボティリア、私が持ち上げる。何を？ボトルを。私がボトルを持ち上げる。のように。つまり、再起動詞は直接目的語が主語そのものにブーメランのように戻ってくる性質の動詞です。なんじゃそりゃと。ミアルツォの場合、私が起こす何を？私自身を。ということで、直接目的語が主語自身、自分自身に戻ってきているわけです。そう、この場合、目的語は、み、私自身です。この時、みは活用した動詞の前に来ます。私が私自身を起こすということなので、意味は、私は起きるということになります。考え方はこんな感じ。ディアルチだったら、君が起こす何を？君自身を。ということで、君は起きるとなる。原型は一つしかもちろんないので、シを代表にして、アルツァーレに埋め込むようにくっつけて、アルツァールシとします。他の例を出しましょう。ズベリアーレ、起こす、目覚ませるの方です。ズベリアールシ、目覚める。目覚ませる、誰を？自分自身を、ということで、目覚める。これがズベリアールシ。活用を見てみましょう。ミズベリオ、ティズベリ、シズベリア、チズベリアモ、ビズベリアテ、シズベリアノ。どうですか？活用が大きく変わるわけではなくて、代名詞を前につけるだけなので、覚えてしまえば使うのはそんなに難しくないですよね。再起動詞の中には複数になることでまた別の意味も加わるものもあります。例えば、ベデーレ、ベデールシ。ベデーレは見るですよね。ベデールシは自分自身を見るということです。鏡の中とか。ですが、複数形で使う場合、再起動詞のブーメラン効果が主語全体に降りかかってきて、相互的な意味になります。チ・ベディアーモ、私たちは見る、
誰を？私たちをお互いに。ということで、私たちは会う。他の例を見てみましょう。sentire、sentirsi、ci sentiamo、vi sentite、si sentono。今まで見てきた例は、佐伯動詞がどうやって生まれたのかを想像する上で分かりやすいものでしたが、単語の中にはなんだか消化しにくいものもあります。言葉だからしょうがないです。そしてこの佐伯動詞はイタリア語学習の中でベスト3に入るぐらいつまずきやすいところです。あー理解できないってなっちゃうんです。ただね、理解するのは難しいんです。母国語の人たちは無意識に使っていますし、なんでそうなったのかはほとんどもう忘れちゃってる場合があります。佐伯動詞は動詞プラス C で目的語が主語に返ってくるものという覚え方はあくまで基本的な説明のため、佐伯動詞は別の動詞というふうに覚えてしまった方が楽です。だから面倒でも一つ一つ覚えていきましょうね。はい、それでは今日はここまで。アラプロシマ、チャオチャオ。